それでは定刻になりましたので始めさせていただきます。今日は原口代表代行はズーム参加ですので、まず原口先生から冒頭のご挨拶をお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。役所の皆さんも、あの国会議員の皆さんも、スタッフの皆さんもありがとうございます。2点申し上げます。前回ヒアリングをいたしましたけども、あのバブル方式、やはりオリパラの方関係者だけをですね、特別扱いしているために、検疫のところをすり抜けている。でしかもこのウガンダの選手団の方々、私たちが懸念していた通りになってしまいました。濃厚接触者、感染者が出て、しかもデルタ株ではないかということを言われています。ぜひですね、ここはしっかりと知恵を集めて、水際をしっかりやっていただきたいし、強行するということがどういうことなのか、この間天皇陛下が宮内庁長官の、口を借りて代理人を通してですね、重要な政策に関するご意見をおっしゃるということはよくあったわけですけども、世界からは国民に寄り添っていただく象徴天皇ということで言われておりましたが、政権の方はもうこの言葉そのものをですね、亡き者にし、それから宮内庁長官を非難すると、とんでもない話だと思います。天皇陛下は東京五輪の名誉職にもお付きになっているわけですから、その立場から懸念を伝えられたんじゃないか。やはり私たちがこのヒアリングでも、あるいは国会でも言っていることがですね、多くの方々が心配されている、その懸念を払拭する責任は政府にあるということを申し上げて、冒頭のご挨拶にしたいと思います。今日どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。それでは今日は質問通告に従ってヒアリングさせていただきますが、まずですね、割と暑くなっておりますので、私たちも上着脱ぎますので、よかったら役所の方も上着脱いでいただけたらと思いますし、また皆さん方も日夜コロナ対策大変お忙しいと思いますので、定刻3時には終わらせていただきます。で、私たちもこれ閉会中ではありますが、いくつかのやっぱりバブル方式の穴がですね、見つかっておりますので、その穴を塞ぐような取り組みを、皆さんと協力してさせていただきたいと思っております。担当の皆さんを非難するわけではありませんので、お許しをいただければと思います。それでは今日は4つの議題なんですが、今朝菅総理も空港に視察に行かれたようですけれど、この濃厚接触者や濃厚接触者の疑いのオリンピック関係者をどう隔離して対応するのかというのが1番目、で2番目は、そろそろ7月10日以降の緊急事態宣言、まん延防止の議論になりますけれど、その際には無観客になるのかどうかということ、それと3つ目は、今日も菅総理は一般の国民とオリンピック関係者が交わることはないとおっしゃってますが、このプレイブックには、当日からコンビニや個室のレストランには特段の事情がある場合は行っていいと、コンビニや個室のレストランに行っていいとこう書いてあるわけですので、ここはどうなのか。それと最後4点目については、これ数百台のバスで今後オリンピック関係者をお運びになると思いますが、そのバスの運転手の方々からワクチン接種は受けさせてもらえるのかと、それともって言えば今からワクチン打って間に合うのかという不安の声が出ておりますので、そのことについても議論をさせていただきたいと思います。それでは質問通告に従いまして、まずですね、空港での検疫などにつきまして、質問12567812567、そして2122、これがそれと26の、人数ですね、このあたりについて一括してお答えをいただければと思っております。よろしくお願いします。内閣官房でございます。質問1とまず2についてですね、お答えさせていただきます。質問1でございますけれども、いわゆる、第二保健所というものについてのですね、人員とか内訳というお問い合わせでご質問でございます。これですね、回答でございますけれども、東京2020大会保健衛生支援東京拠点、これが正式名称というふうに伺っておりますけれども、この人員等の詳細についてはですね、現時点において東京都から明らかにされてないものと承知してございます。私どもも東京都の方に改めて確認したんですけれども、このような答えが返ってきているところでございます。なお、この第二、いわゆる第二保健所と言われているものはですね、
地域のですね、保健衛生機能を強化してですね、まあ、大会運営側とですね、緊密な連携のもとで対応できるようですね、保健衛生の拠点というのをですね、まあ、今回オリパラでは構築しようということでですね、設立、拠点がですね、設けられることになっているものでございましてですね、まあ、基本的にはあの感染症対策センター、これ組織委員会の方でですね、設置されますけれども、こちらとですね、緊密にですね、連携をしながらですね、しっかり対応できるようにですね、今あの東京都と、まあ、関係、社の間でですね、準備が進められているものと、そういうふうに聞いているところでございます。これ1でございます。次にあの質問事項2でございます。選手村でですね、濃厚接触者、そして、ね、疑いのある方はどこに隔離されるのかと、それぞれ何人ぐらいかというご質問でございます。回答でございますけれども、あの選手団の中で、まあ、陽性者が判明した場合には、まあ、組織委員会等がですね、責任を持って、まあ、関係保健所と連携をしてですね、濃厚接触者に関する調査等に対応してですね、濃厚接触者等の、まあ、行動管理を行うこととしております。以上でございます。はい、そしたら続きましても1問1答すると時間がかかります。一括して5678、はい、引き続き折原事務局でございますが、質問の5番6番についてでございます。資料に、お配りしました資料にお示ししてございます通り、先般のウガンダの選手団の2名のほかに4名5人の関係ということで陽性者出てございます。順番に日付の順番に参りますが、まず本年2月12日でございますけれども、今大会 その関係者ということで組織委員会が招致してございますフランス人の方1名、こちらが空港検疫でにおきまして陽性というの反応が出てございますけれども、症状がなかったということでございます。で、2月23日に隔離施設を退所されまして、ウイルスの方ですとか、濃厚接触者の有無については確認ができてございません。次に4月の28日でございますが、こちらはオリンピックの事前のイベントということで、水泳の飛び込み、こちらのテストイベントがございまして、こちらに参加予定でございましたコーチの方1名、こちらエジプトの方でございますけれども、こちらの方が空港検疫で陽性反応が出てございます。こちらの方も無症状でいらっしゃいました。で、5月の10日に隔離施設を退所されてございますけれども、ウイルスの方ですについては連絡がございません。濃厚接触者についてはなしということで報告もらっております。ちょっとスピードアップするためにあと読みますので、はい、678お願いします。はい、6番につきましては今後、その、陽性者出た場合の対応でございますけれども、大会組織委員会確認してございますけれども、対応ぶり現在検討中ということでございます。5番6番、私からは以上でございます。78について申し上げます。7ですけれども、今回のウガンダ選手団の件を踏まえて、どういった改善策が取れるかということをまさに今厚生労働省さんともご相談をしつつ検討を進めているところでございます。それから8でございますけれども、入国のこの予定についてはですね、直前まで結構変わるものでございまして、申し訳ございませんが表のような形で一覧表でお示しすることは難しいということについてご理解賜れればと思います。以上です。はい、はい、内閣官房です。21をお答えいたします。21でございますけれども、外国の五輪選手、五輪関係者や選手村や五輪宿泊施設に直接入る予定の方々は、まあ、空港で陽性されたと、陽性と判定された場合でも、まあ、選手村、五輪宿泊施設入りますかというご質問でございますけれども、回答ですけれども、空港におきまして、まあ、選手や大会関係者が陽性と判定された場合の対応については、まあ、今回のウガンダ選手団の件を踏まえ、まあ、現在、関係者間で調整を行われているところと、まあ、承知しているところでございます。質問の22でございます。次は今度はその空港で濃厚接触者あるいは濃厚接触者の疑いと判定された、まあ、外国の五輪選手、五輪関係者は、まあ、選手村、五輪宿泊施設に入るかどうかと、どこで隔離されるかというご質問でございます。回答でございますけれども、まあ、空港におきまして、まあ、選手や大会関係者が、まあ、濃厚接触者と判定された場合、まあ、これは濃厚接触者疑いの場合も含みますけれども、この対応につきましては今回のウガンダ選手団の件を踏まえ現在、まあ、関係者間で調整が行われているところと承知しております。で、はい、
26でございます。引き続きお答えさせていただきます。現時点でオリンピックに必要な医師の人数、医療関係者の人数は何人ですかというご質問でございます。回答ですけれども、医療体制の確保にあたっては、組織委員会において、必要人数の合理化を進めており、全体として3割程度の削減を行っているところでありますと。で、組織委員会によれば、医師は必要数の9割程度、看護師は8割程度確保の見通しが立っており、いずれも今月中を目途に確保できる見通しというふうにですね、伺っているところでございます。あと最後追加で、今日の配布資料の、9ページにあるんですけれど、読売新聞の報道で、インド型流行国からのオリパラ選手出国前7日間は毎日検査、水際対策強化へと、こういう新しい取り組みをされるそうですけれど、これも検疫に関係しますので、インド型流行国からオリパラ選手出国前7日間は毎日検査、水際対策強化へ、これについて言えることがあればお答えください。ですね、いつまで調整してるの？答えられる範囲で。大変恐縮でございますが、今の時点で決まったものはないというふうに承知しております。はい、それではご質問、ご意見いかがでしょうか。そしたらちょっと私から質問させていただきますが、質問21ですね。これ、オリンピック選手やオリンピック関係者で陽性と判定された方は、選手村やオリンピック宿泊施設に入りますか、どこで隔離されますかということに関して調整中ということなんです。ということは、陽性と判定された人が選手村あるいはオリンピック宿泊施設の中、つまりバブルの中に入れて隔離するという可能性はあるんですか。お答え申し上げます。そういったことも含めてだとは思いますけれども、まさに現在ですね、関係先者間で調整を行えておりますけれども、今回のですね、ウガンダ選手団の件も踏まえてですね、そこはしっかりとですね、検討を進めていくというふうに承知してございます。いやいや、その回答だとね、本当にバブルに直で穴開けることも可能性としてあるっておっしゃってるわけですよ。陽性者を入れちゃうんだから、バブルの意味がなくなっちゃうんじゃないですか。入れるということは申し上げてるわけじゃないんですけれども、せめてね、それはないってことを前提に他の部分で調整ってのは分かるんですけども、今の話だとそれを排除してないわけでしょ。陽性者をバブルの中に入れることは 今時点で排除してないってことですよね。私どもとしてはそこまでは聞いてございませんので、あくまで全ての可能性の中でですね、今回のウガンダの件も踏まえてですね、丁寧に対応についてですね、関係者間の調整を行えていると承知しております。かなりだからやっぱり脆いバブルだってことがね、やっぱり今分かったんじゃないかなと思います。いいですか。はい、どうぞ。もうすでにマスコミではその濃厚接触者ですね、今回は泉佐野で調査したわけですけれども、これ空港で選手を含めて調査するという報道が出てますけれども、今の回答だと調整中ということになってますが、もう7月の1日まで、7月まであと3日しかないんですね。で、おそらく7月からですね、契約しているメディア関係者等がですね、退去して入国し始めるのがですね、7月になってもう 2,3 日後ですよ。まだ調整中ってどういうことですか。いつまでに決めるんですか。どういう方針でやるかということについて、その期限はっきりさせてください。繰り返しない大変恐縮でございますけれども、今回ウガンダの選手の件も踏まえてですね、しっかり今丁寧にですね、調整を行われているというふうに承知しております。いずれにしてもですね、調整についてはですね、早急に調整を行うべき、ものだと私ども考えてございますし、そこをしっかり注視してまいりたいと思います。いや、いつまでか期限をはっきりさせてください。しっかりととかそういう経営用紙はいりません。もうそういう段階じゃありません。で、実際にこういうことで空港で例えば濃厚接触者調査をして、そこで濃厚接触者でまた新たなですね、感染者が出たら、どういう体制でまたそれをその隔離、保護するのか、その人たちに、それ以外の人たちはどうするのか、そういったことももうすでに方針が決まってなきゃおかしいじゃないですか。もう7月ですよ、あさってですよ。
明日、明後日、しあさってですよ、7月。それともう一点聞きたいのは、いつ頃にどこの国から何人っていうのは分からなくても、大体そのピーク、選手、コーチ、関係者、メディア関係者、それからそのスポンサーサイドも含めて、どれぐらいの人数が最大限、羽田、成田、関空、中部含めて、どれぐらい来るかっていうのは当然把握してると思うんですよね。その資料があったら出してください。どういった形でお示しができるか持ち帰らせていただきます。先ほど資料出してもらえませんか。要するに1日最大限どれぐらい の、 そのボリュームで来日するか、これ それによって体制ってのはおのずと決まってくるわけじゃないですか。で我々がものすごく心配しているのが、その7月になって、で、まあ、その23日直前になるとですね、おそらくピークになると思うんですけれども、ピーク時に人がどっと要するに外国から押し寄せてきて、でどういう体制でその対応するかにもよりますけれども、おそらくもう対応しきれなくなってですね、ほとんどゆるゆるでどうぞどうぞっていう形になるんじゃないかってことをものすごく心配してるわけなんですよ。だからどの辺がそのピークと見ててどういう体制でっていうのか、早急にやっぱり出してほしいんですよね。もう決まってなきゃおかしいわけですから、お願いします。質問項目1に関連して、先ほど選手村に、大会保健衛生支援東京拠点というものが設けられると、まあ、その規模についてはまだ明らかにされていないというふうにご答弁があったんですけど、で、これはこの組織は組織委員会が設ける、選手村の感染症対策センターと連携して、対応するのであるということだったわけですが、この組織委員会が設ける感染症対策センターの人員というのは何人規模ぐらいのセンターになるのかということを教えてください。はい、お答え申し上げます。まあ、今回、こういったですねご質問があるということで、改めて組織委員会の方にもですね問い合わせをさせていただきましたけれども、まあ、現時点ではですねそういう人員規模等を含めてですねまだ調整中だというふうに伺ってございます。この感染症対策センターについてもまだ検討中であるということなんですね。というふうにですね回答を得てございます。私のからこの問い5と6に関して、水際対策から漏れたオリンピック関係の陽性者が出たときに発表のあり方についてちょっとお聞きしますけれども、ウガンダの方が分かる前の4人について、これはそれまでこの間陽性者が五輪関係者で出たってことは発表しなかったんですか、仮にしないとすればなぜしなかったのか、そして問い6ですけれども、今後ですね陽性者が出た時の発表については現在検討ってことは発表しないってこともあるんでしょうか。これはですねどのくらいやっぱ水際対策が功を奏しているかどうか、やっぱり如実に国民に知らせなければいけないと思うんですけれども、発表しないということもあり得るのか、いわば黙ってそのままオリンピックが終わるということがあるのか、ちょっと教えてください。まず、6の方からですけれども、大会組織委員会に確認しましたところ現在検討中ということで回答を、いただいているところでございます。で、5番、6番につきましては、一つ目の事例につきましては、組織委員会の方から特段、公表はさせていただいていないというものでございます。はい、5番目 の、 1つ目以外のです、ね、2つ目、3つ目、4つ目については、それぞれからスポーツ関係競技団体が大会主催者になっています。飛び込みの場合は日本水泳連盟、ボートは日本ボート協会、それからサッカーについては日本サッカー協会、それぞれ全て発表してございます。これ、ね、今日菅総理が、検疫の強化と現地視察行ったわけですよ。その強化は、ね、実際にその実効性があるのか、ね、でそれで、しっかりと水際対策ができているのかどうか、これ本当に陽性者が出てもこれ発表することすらまだ分からないと
発表しないとなったら本当にこれ、まあ、隠蔽みたいな話になっちゃうんで、くどいですけど、そんなね、あの水際の強化を総理が促しても、その実際の実績が分からないようだったら効果走ってるかどうか分からないんじゃないですか。まあ、これはあの検疫が発表すると言えば発表するわけでしょ。厚生労働省でございます。検疫としてはあの今まで通りですね、空港検疫で検査をした結果については随時公表はしておりまして、それについては年齢等の属性について、公表しているところでございます。いや、オリンピックの関係者については特別な取り扱いをすることになっているわけですから、それに合わせて検疫もですね、別途の発表の仕方をされなければならないのではないかということについてはいかがですか。それはオリパラ事務局で整理していただくものかと考えておりますけれども。いや、だからオリパラ事務局は検疫に関して特別扱いをするわけですから、特別扱いをする中で陽性者が出たらきちんと検疫からも発表していただくということをですね、両者の間で合意しておかないとまた混乱しますよ。これ今の話だとオリパラ事務局はオリパラ関係者で陽性者が出たっていう事実を把握するわけですよね。そうなるとそれを発表するかどうかっていうのはこれ検疫じゃなくてオリパラ事務局の判断じゃないですか。オリパラ事務局としてこれ判断しないってことがくどいですけどあり得るんですか。ちょっと明確に教えていただけますか。まず一義的には大会の主催者、これまでの国際大会もそうでございますけれども、主催者の責任を負って発表されてきているところでございまして、本件東京大会に関しましては一義的には組織委員会になろうかと思いますけれども、当然のことながら国としてしっかりと連携しながら公表のあり方を考えていきたいと思います。まあ、それにも関連するんですけれど、今日菅総理は水際対策の徹底を指示したということで、今日の配布資料の5ページ目に、おとつい関西広域連合が緊急提言をしまして、選手団の入国に際して陽性者が判明した場合、濃厚接触者を早期特定した上で、検疫所の宿泊施設に留め置くなど水際対策を強化するように、つまり関西広域連合は自治体に濃厚接触者や陽性者を移動させるんじゃなくて、検疫、空港周辺、その国の責任において留め置いてくれということを要望しているんですね。ところが今日菅総理は水際作戦の強化として濃厚接触者が判定を空港でされたら別のバスにすると言ってるわけです。ここは地方自治体の意向と違うんですね。地方自治体はいや別のバスであろうがどんなバスであろうが空港なり空港周辺で留め置いてくれと言ってるわけであって、菅総理はいや別のバスでということは別のバスで自治体に移動させるということをおっしゃってるんです。ここについては私たちは先日も申し入れをして、やはり自治体に移動をさせると感染拡大リスクあるので、空港か空港周辺かとにかく自治体に移動させず濃厚接触者や陽性者は隔離すべきだと要望しているんですけど、ここについて方向性は出ておりますか。これについては冒頭のところで申し上げたとおり、まだ検討中ということでございます。ただ、今現在ですと陽性者が判明をして、その後にその近辺に座っておられた方の航空機内の座席、これを厚労省さんの方で紹介をいただいているということで、必ず事後になるというのが現状でございます。でこれを何とかできないかということで、もう事前にこういうことを聞きますよと、で、入国をされた選手団などに、その座席どこに座ったかということを確認をして、陽性の方のもう前後をその当日につかめないか
かということですとか、それから総理も言及をされていたと今伺いましたけれども、そういったその陽性者のすぐ近くにいた方とそうでない方を分ける仕組みができないかというようなことなどについて、まさに今検討しているところでございます。ちょっとあの結論出るまでお時間。すいませんね、本当にさっきの話ですけど、オリンピックあと二十数日後に始まるんですよ。でまださっきから検討って、ウガンダからの感染者が出て濃厚接触者が出て、もう結局ドタバタでゴテゴテで間に合わないと、その場しのぎでね、これ現実にこれからオリンピックやるんですよ。だから検討でね、話を今ね、まあちょっとこう濁してる場合じゃないと思いますよ。あの検疫にもう一度教えていただきたいんですけど、質問項目5でウガンダの選手以外の先行事例4名ですねについてですね、あの国立感染研でゲノム解析をしていらっしゃると思うんですけれども、このウイルスの型を教えていただいていいですか。あ、申し訳ございません、ちょっとこの4例について詳細、詳細というか、あらかじめちょっと型について承知はしていないところです。今日は資料を持ってきてないという意味ですね。あ、はい、あのゲノム解析してらっしゃると思うんで、はい、あの次回までにですね、このウイルスの型を教えてください。あ、確認いたします、はい、あのそれからあのウガンダのお二人は変異型 PCR の結果はそもそも変異型のウイルスであるということはすぐ分かったと思うんですけれども、それでいいわけですよね。ゲノム解析に時間かかったけども、変異型 PCR ではもうあのインド型であるというのはほぼ予測がついていたということでいいわけですよね。それも含めて、まあ、1週間というか先週の、木曜ですかねに発表したところでございます。ちょっとその時系列をこう詳しく教えてほしいんですけど、あの要するに変異型 PCR 検査もしてるわけですから、したわけですからね、その変異型 PCR 検査をしたのがいつかと、その結果が判明したのはいつかと、でゲノム解析の判定結果が出たのはいつかということを時系列で教えてほしいんですけど、お願いします。ちょっとあの感染研からですね、いずれの結果も前にで、全ゲノム解析の結果、デルタ株、インド株であるというのを、木曜の時点で承知したと形で、ちょっと時系列は承知してない。私は、ね、別にあの政府の皆さんに何か申し上げようと思ってるわけではなくて、あの何を聞いても検討中ですと、これから検討しますと、で、ウイルスの方についても、いや発表したことが全てですと、何を聞いてもきちんとお答えにならないというのは、政府の皆さんそのものがね、ご自身で政府の信頼を貶めてらっしゃるんですよ。あのこういうことっていうのは、あのきちんとあの今検討の状況がどうなっているのかということを含めて、あのお答えになられることが、あの、オリンピックやられたいと思ってらっしゃるわけですから、オリンピックに対する信頼を高めることにつながるのでですね、ではない、我々はちょっと無理じゃないかと思ってますよ。だけどやりたいと思ってる側がきちんと説明しないと、あのいつまでたってもあの全てが検討中ということになっちゃいますよね。想定外のことはいくらでも起きますからね。それであのとにかくこの バブルがですね、穴だらけじゃないかと今聞いてびっくりしたんですけど、陽性者も選手村や宿泊施設のバブルの中に入れるかもしれないということで、私たちも驚いてるんですけど、それに関連して今日菅総理はオリンピック関係者も外出先を限定し国民と接触できない厳格なルールを適用するとおっしゃってますが、20ページ見てもらったら分かりますように、あの例外的な場合はコンビニで食料を買ったり個室のレストランで食事をすることができるということが書かれているんですね。オリンピック関係者、オリンピックファミリーやプレスの方も含めて、これコンビニに買い出しに行ける個室のレストラン居酒屋に行けるとなると、当然国民と交流というかね、接触動線重なると思うんですが、ここはその今日の回答でね書いていただいております。つまり
ホテルなどが利用できない例外的な場合は個室のレストランやコンビニの利用が認められてますという、これ例外的な場合というのはどういう場合なんですか。逆にどういう場合だったら、いやコンビニに買い出し行きたい、個室の居酒屋行きたいと言ったときにダメということになるんですか。ご質問の点につきましては、プレイブックの該当のページのご質問でございますけれども、その前段に書いてございます、ゲーム会場で その、ケータリング施設ですとか、それから、宿泊施設のレストラン、それから、デリバリーが、ルームサービスが、これが使えない場合ですね、ホテル側の事情ですとか、何らかの事情でこういった3つ の原則の場合が使えないような事情が生じた場合には、こちらにございますコンビニエンスストア、こちらを使うときもそのアクセス手段ですとか場所につきまして、組織委員会の方でチェックをするというような扱いのもとで例外的に認められるというようなことでお示しているわけでございます。じゃあこの3つの事情が生じた場合というのは組織委員会が判断すると今おっしゃったけれども、一人一人について組織委員会に申請させて組織委員会が判断するということなんですか。こちらの、例外的な場合のその仕方に事務手続きとしてね、はい、これからご飯食べますと3つの事情に当てはまりませんと、だから外のコンビニエンスストアに食べ物を買いに行きますということを申請させるのかと聞いてるんですよ。組織委員会に確認しておりますところでは、この例外的な場合につきまして、詳細の、この運用方法、検討をしまして、で、個別に対応していくというふうに申してございます。個別に対応するというのはだからどうやって対応するんですか。じゃあこの3つの事情を判断するのは組織委員会が判断するということですか。誰が判断するんですか。組織委員会の方で管理することになりますので、運用としましては、組織委員会の方で検討して運用していくということになると思います。じゃあ一回一回申請をしてもらうということですね。いや、ここ大事なところで、例えばですね、私も海外視察旅行よく行きますが、やっぱり現地のものをね、街出て食べたいという欲求は勉強にもなりますからあるんです。そしたら例えばちょっと今晩はもうね、ホテル内の食事飽きたからちょっとステーキ食べに行きたいなと思った場合は、事前に組織委員会の許可が必要なのか、事後でもいいのか、どちらですか。今ご質問のありましたような状況は、原則に基づく形になりますので、あくまで原則を守っていただくと、この原則、ホテルの、すみません、競技会場の、食事施設、それから、宿泊しているレストランの、宿泊しているホテルのレストラン、それから、ルームサービス、こちらが大原則でございますので、その飽きたからというような状況は、先生ね、先生、原則を守るのはね、当然なんですよ。原則守った上でね、外にご飯食べに行く、あるいは買い物に行くというのは、事後の許可でもいいのかと、事前なのか事後なのかということを聞いてるんですか。組織委員会に確認しています。そこでは事後の承諾というのはないというふうに聞いています。事後の承諾がない、重要ですけれど、そしたらこれ英語で書いてあるわけですよね。まあ、私がオリンピック関係者として日本に来たと、まあ、何らかの事情でもう食欲なくなって、もうちょっと体調的にもステーキ食べないと、これもうちょっと本当体調治らないよと、その人が判断した時にですよ、ホテル以外のコンビニ個室のレストラン行く時には必ず事前に許可を得ないと、コンビニや個室レストランに行ったら禁止なんですか。これ私こだわりますけどね、このルールブック英語版にはそこまで書いてませんよ。もしそれをおっしゃるんであれば、英語版にこの例外的な場合は事前に組織委員会の許可が必要ですと今から追加しないと、
これは性善説では守れられないと思うんですね。だから私は厳しくすべきだと思いますし、もし今おっしゃったように事前に許可が必要だったら、これにそれを追加してください、許可制だということを。もしそれを追加されないんであればね、事実上なし崩し的に、いやちょっと出ていきますと、これ世界中の各国の方のね判断ですから、日本人のように割と従順と限らないかもしれませんから、そこは失礼なこと聞くかもしれませんが、本当に事前許可が必要で、事前許可がなかったらもう罰則かなんかあるということですか。罰則つきましてはちょっと確認をさせていただきますけれども、ご指摘の点も含めまして、現在組織委員会の方で検討中でございますので、私どもの方からもきちんと運用ができるように申し入れをしていきたいというふうに考えます。罰則についてなんですけれども、これ指示に従う場合にはその強制退去処分もあり得るっていうのがこれまでの説明ですよね。とすると、例えば今の話の延長線でいうと、少なくともこういったその原則に従わない場合、そのアクレディをですね、要するにその没収するっていうこともあり得るとか、そういう具体的なメジャーをですね、やっぱりいくつか書き込むべきだと思うんですよ。その事前許可制のことも含めて、これを少なくともこの英文を読む限りでは全くそういうふうに読めないし、で大体その原則に従わないっていう人の方がですね実際多かったりするわけなので。あともう一点なんですけれども、GPS 機能を入れるってことになってますけれども、携帯にみんな携帯2台3台4台持ってくるっていうんですよ。で1台には入るかもしれないけども、入らない携帯を持ち歩けばもう全然要するにお手上げだっていうんですよね。これ関係者に聞いて、そういう時の対策も含めて考えてますか。引き続き組織委員会に確認させていただきますけれども、ご指摘の点も踏まえまして、厳格に運用ができるように、私どもの方からも申し入れをさせていただきたいというふうに思います。厳格に運用できるように考えていると、そうするとプレイブックを第4版まで改定するということですよね。それを検討しているということですね、今ね。だってプレイブックに書いてないことは意味をなさないですからね。ここで何かを言ったとしてもね、自分たちはそう考えていますとか、そう思っていますとか、そうなることを希望していますという語尾がつくならね、まだしも事前の許可が必要なのですということをおっしゃるのであれば、そうプレイブックに書かないとダメだってことなんですよ。言葉が全てなので。外国の人に忖度しろったって忖度しませんからね。どうなんですか。プレイブックを改定するという方向で検討しているってことなんですね。どういった形でこのプレイブック補っていけるかにつきましても、組織委員会と連携しながら検討させていただきたいと思います。ちょっと私総論で言うとね、その交換この例外規定は IOC のお偉い方が個室レストランで豪華な食事するために設けられた例外規定じゃないかっていううがった見方されてるんですよ。で今ね、日本の組織委員会が行動管理するって言ったけども、今までね頭の上がんなかった IOC のその、申請に対して本当に組織委員会がノーって言えるんですか。組織委員会は大会の運営の、運営の主催者でございますので、組織委員会の方で、厳格に運営をされるものと理解してございます。それとですね、この前からこだわってるんですけど、 IOC のファミリーとかですね、大会関係者の飲酒についてですね、競技場内での飲酒について明文化されたものはないと。ただし組織委員会の会長が記者会見でご発言されてらっしゃるということなんですけど、この組織委員会の会長が発言しているが明文化されてないことっていうのはルールなんですか。競技場内での IOC 関係者あるいはオリンピックファミリーの飲酒について、これどこで合意されたんですか。バッハが分かったって言ったんですか。そうだねと、じゃあどっかに書こうねということを言ったんですか。
私ども確認しているところでは、組織委員会の中で検討されて、会長の、会見の際に発表されたというところまで確認させていただいて、それは IOC ものオリンピックファミリーも分かりましたという合意があるんですか。その文書になってるんですか。だからその文書を示してくださいよ。現時点では会見の模様を確認していないという、その文書を示してくれと、IOC の関係者、大会関係者、オリンピックファミリーも競技場内での飲酒はしないんだと、禁止なんだということが、どこかで文書になっているのかということを聞かれたと。で、組織委員会としてはその文書を出せと、IOC とのちゃんと合意事項があるということでですね、その文書の提出を求めます。確認させていただきます。私の理解では、今言ったように事前許可制ということをこのプレイブックに書いてない以上は基本的にはざるということですよ。で、これは先ほど黒岩さんオリンピックファミリーだけかとおっしゃったけど、ここの21ページまでこれプレスもみんな同じ書きぶりなんで、5万人ぐらいが皆さんな、あ、これちょっとこのホテルでの食事は自分は無理だと、アレルギーだとかいろんな形で判断した場合には外に出れるんじゃないかというふうに思います。それでこれも引き続き議論したいんですが、もう一つバブルの穴について、バス業界からですね、今日の質問の23、24、悲痛な要望が上がっておりまして、濃厚接触者や濃厚接触者疑いの方をかなりの数、自治体や空港や宿泊施設に送る中で、ワクチンを運転手さん打ってほしいと、実際、今日の資料にもありますが、ロンドンのバス運転手ら5人、新型ウイルス感染で死亡とかですね、こう痛ましい事故も起こっておりますし、国内でもバス運転手ら、の方々が感染したということもございます。そういう意味ではこの23、24、バスの運転手さん、濃厚接触者を運ぶ、それこそ菅総理も別のバスで運ぶと言ってるけど、その別のバスの濃厚接触者や疑いのある人を運ぶタクシーやバスの運転手さんは何人ぐらいおられて、その方にはもうワクチンは接種済みなんですか。お答えください。はい、バスを運転される運転手の方々のワクチン接種についてお尋ねをいただきました。組織委員会に確認いたしましたところ、ファイザー社から無償提供されたワクチンの大会関係者の接種、これにつきましては、まず選手と接触しうる者、大会運営に不可欠な者を対象とすることを念頭に、詳細につきましては現在組織委員会において調整が進められている最中だと承知しております。で、実際運転手の方の数、あるいはその実際の台数については現在精査中というふうに伺っております。ある自治体関係者から聞いたら、ワクチン打ったらいいよと、ただ東京まで交通費自費でうちに来てくださいと言われたというバス会社はあるんですけど、細かい話ですけれど、そのね、ある意味で濃厚接触者の運転をしていただく運転手の方にワクチン打ちたいんだったら自費で東京まで、自費でそれはもうバス会社が払うのかもしれないけど、自腹で打ちに来いというのは論外だと思うんですけれど、やはりそれは自費はおかしいんじゃないかということが一つと当たり前の話ですけど、もう一つ言っちゃ悪いけど、今検討中ということは、今も6月のこれ28日ですから、なんか噂によると7月上旬に打ってくださいという通知出してるみたいなんですけどね、7月上旬に打っても、これ特にデルタ型は2回打たないとダメですから間に合わないと思うんですけれど、そこは今から今後打つということで間に合うんですか、バスの運転手さんやタクシーの運転手さんは。ご指摘の通り、交代ができるまでの期間等を考えますと、できるだけ早期に接種を進めるということは非常に大事なことだと思っております。それからその台数でございますが、こちらにつきましては先日大会関係者の数の削減等ございましたので、そういったものを含めてさらに精査をしているというところでございます。いや、それに関しては僕もその週末地元 のちょっと組合関係の人の集まりで話を聞いて、で来てる接種を地元で受けられるという連絡が来ているところもあるんですけど、全く連絡が漏れているところもあるんですね。でこれ本当にもう1回目だけしかもうギリギリ間に合わないというふうな、その悲痛な声も
実際に耳にしましたので、これは本当にその早くですね精査していただいて、まあ、台数がなんとかかんとかというよりももうそのバス会社に何台派遣という長野 の、 実際には何社に何台何社に何台って来てますんで、その台数分ぐらいはとにかくそのワクチンをですね確保してもらって、とにかく一両日中にも打てるように早急に手打ってもらえませんか。はい、私ども承知している範囲では6月の22日付で組織委員会の方から運転をお願いする各会社様の方にワクチン接種についてご連絡をさせていただいているというふうに承知しております。そうした中で組織委員会と各会社様の間ので丁寧に、ただ一方でできるだけ早く準備を進めることが大事と思っております。お願いします。当初政府はこのオリンピックはワクチンを前提としない大会であるというふうに政府方針として発表してらっしゃったわけですが、現状はワクチン接種を前提とした大会であるというふうに方針を変えられたということでよろしいわけですよね。ワクチン接種を前提としない大会からワクチン接種を前提とする大会に方針は変わったのだということでいいわけですね。ワクチンに関しましてはまずアスリートのところで議論があったかと思いますけれども、一貫してそのワクチンの接種は義務とはしない、前提とはしない、ただワクチンを接種されている方が多ければ、その分非常に恩恵な表現があれですけれども効果は期待できるという関係がございますので、一貫してそのワクチンを義務とするという考え方に切り替えたという事実はございませんけれども、できる限り多くの方々がワクチンを接種することは望ましいというスタンスで今ワクチンの接種できる限り進めているというふうに承知しております。あとですねちょっと最後の話題に移らせてもらいますが、質問9ですね、まあ、これ7月11日に緊急事態宣言じゃないやまん延防止の一応期限が来ますが、もしまん延防止を東京都が続けたら観客の条件は5000人ね、まん延防止の期間は5000人ですから、この東京オリンピックも5000人になるのか、でもある話によるといやいやもう11日から23日まで2週間もないので再抽選は日程的に無理ですから無観客になるんじゃないかという議論もありますので、ここについてはどうなのか、それとこの昨日大野知事もおっしゃってましたけれど、この最終的に無観客にするかどうかというのはこのインフル特措法においては都知事の判断ですることができるのか、それについてお答えをいただければと思いますし、原口先生も聞いていただいておりますが、ご質問ご意見あったらこの後言っていただければと思います。よろしくお願いいたします。ご質問の項目の9と、それから26、はい、一番最後のご質問の、はい、についてというふうに理解いたしますが、まず先般の5者協議におきまして共同ステートメントが出されてございますけれども、その中で合意されておりますのは7月12日以降緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が発動された場合の観客の取り扱いにつきましては、無観客も含め当該措置が発動された時の措置内容を踏まえた対応を基本とすることで合意されてございます。したがいまして、その7月12日に延長ということが決まりました場合には、その際に出された措置の中身を踏まえまして、それを基本とするということになるわけでございます。でご質問の26番につきましては一番最後でございますけれども、25番ですね、失礼しました。25番につきましてはこちらも大会 の、 その観客 の、 その扱いにつきましては、この共同ステートメントにございます通り、その時に出された措置を踏まえまして検討が措置の内容を踏まえることを基本ということになるわけでございますけれども、一方で催し物の観客の上限等につきましては別途、
政府の方で、開催するその自治体において設定した、ものにつきまして主催者に要請することがするものというものが、ございますので、まあ、そういった意味で自治体の、自治体ともしくは、知事の方とコミュニケーションを取っていくことが重要というふうに、考えてございますので、まあ、引き続き大会の運営主体でございます組織委員会こちらの方で、関係自治体と、しっかり議論をして、いただきたいというふうに私どもでは考えております。これ重要ですが14ページに配布しておりますがインフル特措法の中では都道府県知事がですね、催し物の開催の制限もしくは停止を、要請することができると書いてあります。原口先生関連して何かご意見でもご質問でもいかがでしょうか。厚労省にいくつか伺いたいんですが今人流が増えてまして医療の逼迫状況ですねこれをどういうふうに考えているのかというのが一つやっぱり医療につなげられずに亡くなる方がかなりおられたでそのことも私たち開示をしてですねやったわけですけども人流が今また増えているとこのことについてオリパラの地域でですね、医療がどうなってるかっていうのを伺いたいのとこれ前回もお願いしたんですけども子どもたちの動員これはもう、組織委員会においてはやめるということでよろしいですね。2点伺います。お答えください。申し訳ございません。先生、ちょっとこちらについては人流医療の逼迫については担当が参っておりませんので、それじゃあ明日参りますんでそこでレクチャーをお願いして、はい、2点目、はい、あと子どもたちのことについて学校連携のチケットの件だと思いますけどこれ現時点では今の基準に基づいて組織委員会の方で、まあ、今各教育委員会からの取り消しの受付などはしているというふうに伺ってますけれども現時点では、今の状況のままで行うというふうに伺ってございます。それもう2回にわたってですねお願いしたんですね。前回は名前言いませんでしたけど公明党が積極的に働きかけてこれを実現したんだということを言っておられます。言っておられました。で、それはコロナの、こういうふうになる前だと思いますけども、責任持ってですね、やめてほしいと。暑さもありますし、しかもこのデルタ株、子どもたちへの感染もいろんなところで報告されてます。ロングコビットの問題もありますんで、これ3回にわたってお願いをしてるんですが、伝えていただきましたでしょうか。前回もお答えしたかと思いますけど現時点では組織委員会の方で行うということなんでそれを踏まえて文部科学省としては安全に学校連携が感染ができるように各都道府県の教育委員会に対しての留意事項なんかをですねしっかり通知するという形で考えております。いやつまり懸念は伝えてないんですね。組織委員会に対してはい、ですから我々の立場としては組織委員会がやることを、まあ、やることに対して、まあ、しっかりですね安全が確保できるような形で学校現場に伝えるという立場だと思っております。そんなことできるわけないじゃないですか。いいですか。すみません。問い9しっかり答えてほしいんですがまん延防止が継続した場合は基本的に5000人以下ですし知事の判断だというプロセスはともかく5000人にした場合これオリパラ事務局再抽選は可能なんですかっていうオリパラ事務局としてこれ聞いてるんですよ。現時点で申し上げられますのはまず、その措置の内容がどういったものになるのかというものがまず一つ仮定がございましてその上でその措置の内容を基本といたしますのでその措置と全く同じような制限になるのかそれとももっと厳しい制限になるのかというものがまたその時の判断があるわけでございまして2つ仮定を置かなければなりませんので今の時点でちょっと余談を持ってお答えをするのが難しい、ね、まず今のところで言うと緩くなることはありえないと思うんだけどあるのかという質問と今仮定って言ってもね5000人なのかそれ以下なのかだからいいですよ5000でも0でも5000以下で要は今1万人を前提としているわけだからそれは5000以下になった時に重ねてですけども再抽選が可能なのか
特にこの2番目、これをお答えください。まずこの5000人となるかどうかは繰り返しになりますけれども、はい、いやだから仮定の話をしてるんです。5000人以下になったときに再抽選は可能なんですかって質問してるんです。いや黒田先生ね、これ緊急事態宣言が出たとしても対処方針で1万人以下にする可能性は可能性としてはあるってことだよね。基本的対処方針として措置内容を緊急事態宣言でも1万人だと、 50% 以下1万人以下だと、どっちか少ない方だというふうにする可能性はあるってことでしょ。措置の中身につきましては私どもの方でお答えできる立場にございません。だからいやいや、基本的対処方針の中に示される緊急事態措置についてはその時その時に定められるものなので、現状の5000人以下というものがそのままこの7月以降のもし緊急事態宣言が出たとしてもその時に適用されるものではないという理解でよろしいかということな。まず私どもとしては都度、その都度ですよね、はい、決められるというふうに理解しております。私今日本当に驚いたのは、陽性者、オリンピック選手あるいはオリンピック関係者の陽性者を選手村宿泊施設に入れるのか入れずに隔離するのかがまだ検討中と。でもこれバブル方式の ど真ん中の話だと思うんですよ。バブル方式というのは陽性の人を中に入れないからこれバブル方式というわけですよね。陽性の人が中入っちゃったらこれバブルじゃないんだから、これってもうなんか一丁目一番地の話だと思うんですけれど、改めてお聞きましたが、バブル方式バブル方式とこれだけ説明しておきながら、まだそのオリンピック関係の陽性者をバブルの中に入れるか入れないかは決まってないということですか。先ほどからお答えしておりますようにですね、そこの部分は決まってはいないんですけれども、決まってはまだいないんですけれども、選手村の中のですね、奥に入れるとかそういうことではなくですね、例えば選手村の中には検査の施設などもございます。そういったことを例えば活用する上で活用する可能性もあるということでですね、申し上げている話だって、入れる入れない含めてどのように対応すべきなのか、そして国民の皆様方含めてですね、どのように安心してですね、安心していただけるのか含めて、オペレーション上のですね制限などもですね勘案しながら今検討が進められているというふうに承知してございます。だから選手村の中で、選手村の中でねきちんと隔離しますと。でその選手村の中できちんと隔離していればそこはバブルではないのですとそこだけバブルから取り除かれるんです。もう完全に作文の世界なのよね、おっしゃってることが。まあ、自衛隊派遣しているところが非戦闘地域だっていうのと同じ理屈でね、結局理屈だけで言い逃れようとしてらっしゃるわけで、ウイルスは基本的に感染するのでね、ちょっとあまりにもその通常の行政行為であればね、言葉で何とでも言えるけれども、ウイルスは言葉では言い逃れられないですからね。ちょっと観客のことでもう一回念押ししたいんですけど、7月6日までに再挑戦をしてお知らせするっていうことになってましたよね。ちょっとそれ答えてもらえますか。その方針は変わってないですよね。現状承知しているところでは変わっておりません。変わってませんよね。でさっきその都度その都度っておっしゃいましたよね。そうすると7月6日で再抽選をしたその結果を伝えた後に、例えばそのまん延防止措置がに継続されるのか緊急事態宣言が拡大されるのか分からないけれども、また新たな方針が示される必要性も出てくる。そうしたらその場合には7月6日にそのお知らせした結果の前提が変わってくるわけですから、さっきも言っているようにもう一回さらに抽選しないと変ですよね。そうなりますよね、理屈的に。どうですか。観客の取り扱いについてどのような対応ができるかにつきまして組織委員会の方で適切に検討されると。いや、それでね、私が聞いている話はもうそういうことを考えるとやっぱり有観客は無理だと、無観客にするしかないんじゃないかっていうのが
実は組織委員会の内部でも現場の声としてかなり強くなってきてるって聞くんですよ。要するにもう収集できないと、事態がねぐちゃぐちゃになっちゃって、だからやっぱり無観客にする以外ないんじゃないかと、こういうふうなですね、こういう空気っていうのはそちらに伝わってます。要するに何が何でもとかそういうことじゃなくて、実際のオペレーションとしてもう破綻しかけてるわけだから、というか破綻してるから、どうですか。現状ではご指摘のような、なんて言うんでしょう、空気感といいますか意見というのは、伝わってき、ているものではございませんけれども、引き続き緊密に組織委員会と、東京都と、連携しながら、検討に加わっていきたいというふうに思います。組織委員会の方にね、さっきの原口先生のご質問で学校連携観戦についてね、これはもうやめるべきだと。で文部科学省は連携観戦やる場合に子どもたちがちゃんと守られるように学校現場に伝えますと、文部科学省としての役目を果たしますとこうおっしゃってらっしゃるわけです。組織委員会がこれは主体として主催としておやりになられる事業なのでね、これもう子どもたちのことを考えたらですね、もう絶対やめなきゃダメなんですよ。子どもたちのことを考えれば、そのコロナの前だったら素晴らしいことだねということだけど、もう今こういう状況なんですから、組織委員会にですね伝えてくださいよ、もう学校連携観戦はやめるべきだというふうに言われたんだけれども、もう一度検討してほしいと言われたと、その答えをくれと、で次回までにください、学校連携観戦どうするのか、これ子どもたちのことですからね。炎天下、コロナが拡大している中で、変異株も拡大している中で、本当にやるんですかということを組織委員会に確認してください。で文書で回答ください。組織委員会の名前の入った文書で。子どもたちをそんな危険にさらすようなことをですね、大人の都合でやっちゃ絶対ダメなんですからね。原口先生、そうです、よろしくお願いします。原口先生ありがとうございます。それでは帝国ですので終わらせていただきますが、最後は原口先生、川内先生の話もありましたように、これデルタ株インド株は子どもたちにも感染しやすいということですので、次回また回答いただきたいと思います。長時間ありがとうございました。